今回紹介するのは「世界を破壊する者たちの正体」という本です密かに浸透するディープステートのプロパガンダにはもうだまされない今回アメリカ大統領選挙はディープステートの存在を鮮明に浮かび上がらせたそしていまだトランプ陣営をそしり続けるメインストリームメディアと その報道をただトレースするだけで主体性も客観性も見受けられない日本のメディアディープステートとメインストリームメディアの連携はこれからも世界を破壊していくのかグレートリセットという名の国際干渉主義に日本は耐えていけるのか歴史修正主義とレッテルを貼り日本をいまだに縛りつけるのは何者か 陰謀論と決めつけ議論と議をシャットトアウトする勢力の根端はアメリカで起きている異常事態はこの日本でも水面下で進行しつつあるフェイクを生み出すメディアの姿を歴史的事実からひもとく高山正幸氏とメディアが伝えない国際情勢の因果関係を元外交官の視点から分析する馬淵睦男氏二人が複雑なく語り合った。 日本人のの覚醒の書、今回の2020年の大統領選では保守の論客としての「底地が明瞭になったことが特徴であるトランプが敗北宣言を出さないことで一時情報が何であるのか「デマ」が飛び交いノイズ情報が錯綜するところであらゆる可能性が検討される中で 専門家が専門家と足りえないことが才だった一例の保守の論客で言うとなんとネガティブな思考によって投資で一財を立てる際核があるものの次元を違えて選挙戦の論評ではポジティブになる必要があったのにつたない保身に走る者までいたそんな潮流の中にあってマブチムツオ氏と 歯に絹を着せない論客の高山正幸氏は困難な状況であっても複雑なく知的正直さにつき従ってとことんに至るまで語り合ったのが本書である以上興味のある方は実際の商品をアマゾンなどでご確認ください今回は最後までお付き合いありがとうございましたよかったらチャンネル登録をお願いいたします